はい、ということで、こんにちは、どうも、奥原でございます。はい、ということでですね、今回は、こちら、Call of Duty 4 Modern Warfare オリジナル版の方をね、やっていきたいと思います。まあね、リマスター版が出まして、約3ヶ月ちょっとですか。ということで、まあ大体の人がね、新作 IW であったり、それこそ人気作 BO3 であったり、はたまたね、この、コールオブデューティー、モダンオフェアのリマスター上げている方が、多いかと思うんですが、今現在このリマスター発売されて3ヶ月ちょっと経った今現在オリジナル版はどんな状況なのか、今回やっていきたいと思います。さあ、てことでね、以前やった時にチーターにね、なんかいろいろ犯されまして、岡原のね、なんかプロフィール等々本日のお知らせもよくわからん暗号になっていますけど、まあそんなことはお構いなしにチームデスマッチね、ちょっとやってみましょうか。気になりますね、どうなっているか。さあ、いけるんでしょうか。さあ、早速岡原の画面こんな感じでおかしいことになってるんですけど、武器何に使おうかな。普通に AK ちょっと使っていきましょうか。てことで、おっと、始まりましたね。うん、普通に今パッと見た感じ普通だよね。普通な感じなんだけど、意外とチートじゃない系がするんですけど。ん?おっと?あー、来ますね、おそらくこれ。まずワンカットしていく。お、ちゃんと20点だし。おっと、いるね。あ、おっと、スナイパー。これ意外と普通じゃない?ちょっと待って、ちょっと待って。あのさ、正直言っちゃうとさ、チートがものすごいなことになったってゲーム成り立たんっていうのを予想して、それ狙って撮影してるんだけどさ、ちょっとこれ普通すぎやない?いるね。もう一回覗く?ここ。見ましたね。いいっすね。いいっすね。いや、意外と普通じゃん。しかもめっちゃいい試合してるし。70対 70GG。うん、ここのさ、オリジナル版にいる人たちはどういうあれなんだ?リマスターはいかないのかな?まああれですよね。イモゲイモゲイ言われてますけど、リマスター。まあオリジナル版からそうなんですよ、結局は。うん、結局はリス押し込まれーのね、イモゲイになっちゃうんですよ。ってことで、まあリマスターされてもね、ゲーム性は変わらないとほとんど。仕方ないことですよね。あぶねえ、かましていく。バーイ。普通じゃん。すっごい普通の試合しとんだけど。もっとさ、ハイジャンプとかあれ取るの期待してたよ。てか、むしろ言うか、僕、リマスターが発売される前にオリジナル版ね、リマスター発売されるっていうことでね、オリジナル版やろうっていうことでね、まあ、やってたんですけど、その時はね、チートやばかったっすよ、本当に。かましていく。いいっすね。普通にいいじゃん。普通にゲーム成り立ってるし。何これ、期待外れもいいとこだぞ。いるね。かましていく。オッケーっす。さあ、グレネード。何発入りだこれ。チャース。チャース。やっぱグレネードが強い。さあ、UAV もない。そしてからの、いるね。かましていきたい。おっと!ここ、この上。あ、いた。何やってんだあれ。やっぱエルソ。エルストライク、オッケー、やり過ごしていく。いいっすねー。で、からの、敵は?あ、上?かぶれ!あ、ちょ、マッチいいな。どこにいんの?なるほど。そう来てんのね。どうしよう。え、グレネード?怖い。かましていく!ダブルキル!あー、もうグレネードが。相変わらず強い、グレネードが。あ、ちょ、これいかん。新車。あぶね。怖い。非常に怖い。あー、いますねー。かましていく、からの、めっちゃ来ている。さあ、グレネードがやばいね。変なとこいるし、ヘリコプター出てるし。かましていきたい。いや。すごい。ああ!すげえ激しい戦闘になってるんですけど。かましていく。しらみつぶしだ。おっと!あかん!いるし、しかもそこ。ちょっと。室内やっつけた。かました?ナイスカット。いいっすね。やばい、グレネードの予感。そこ撃ってれば死ぬだろ、あそこ。おら、出てこい。出てこんのかい。ちょ、待てよ。ここからの、かましていく。いいっすね。回線も普通にいる。あー、やばい。グレネード。どっから?うわー、超イモゲーになってる。めっちゃ押し込まれてる。顔真っ赤です。リスイチがえぐいな、オリジナル版。こんなひどかったっけ、リマスターも。ちょっとこれ、やばい。さすがにやばいって。キル取っていく。うわー、何のグレネードだってこれ。そう。ちょっとそこから出させて。かましていく。うん、エイムは綺麗。ちょっとイモロッカー。いますね。下がってくるでしょうか。ラグ。かましていく。ちょ、準拠。あぶねえ。ああ、もういかん。グレネードまた。さあ、グレネードランチャーを。えい、ちょっと。あ、ヒットマーカー出ただけ。リロード1回かまして。味方がいるね。さあ、近くに来そうですよ、これ。おっと、ヒットマーカーがまた出ただけ。
かましていきたい。あっ、ちょ、よし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 、UAB まで行った、 UAB まで。レーダーオンラインからの、やべえってこいつら。さあさあさあ、これヒットさせて、おいしいぞこれグレネード。おっと、ワンカットからの、敵の姿見た瞬間、岡原はここで発砲していく。さあ敵が来るぞ、ここから。さあかましていく、いいっすね。エルストライクまで行った、エルストライク。やばい、これやばい状況。あ、やば、敵入ってくる。これかまして、うわー、もうこれいかんわいかんわこりゃ。しかしかなり GG な感じになっているんですけど、まだまだ敵さん押し込んでるね。来ますね。おっと、体力がやばいよ。ういっ、オッケー、持っているね。さあリロード、そしてグレネードランチャーを構え、おっと、どう来るんだこれは。あ、よいしょ、あ、ひとまか出ただけ。さあ来るか、うー、やばいやばい、やめてやめてやめて、それいかん、走れ。おっと、こっちか。あいつはどこでもって来てるね、来てるね。お、終わりましたね。ってことで560対750か。普通の試合すぎて何とも言えねえな。期待外れだな、逆にこれは。さあ、ラスキルカメラないってことでね、岡原の成績は21キル、15ですっていうことで、まあまあいいんじゃないはい、ということで、今回はオリジナル版の今みたいな感じでやろうと思ったんですけど、期待外れだな、普通のゲームになっちゃったな、これ。ってことで、意外と普通に、回線も乱れることなく、普通にプレイできるみたいです。はい、持ってる方よかったらね、気分転換やってみてはいかがかなはい、ってことでね、今回最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よかったらよろしくお願いします。ってことで、以上お返しした岡尾つむらさん、バイバイ。ショットガン使いかわかんねえけど、そしてカラーのこっちにもいるやつをかましていきたい。よし、オッケー、ゲームはやっ、ふぅ、いいやつ、みんな出こないですか。おい、出た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 。おっぱいさん、会社に決めましたよ。おっぱい。入れいさ、入れいさ。えい、よし、もうワンカット、オッケー。おっしゃ、テイテイテイと、お、いいね、いいね、いいね、よっしゃ、よっしゃ、よっしゃ。ってことで、これ、どうなるんだろうな、このマップのエルストライク、ちょっと地味にいるよ。さあ、エルストライク、お、嘘、いるんですよね、ここに。さあ、かましていく、おっと、近づくもんじゃない、あれは。まずい、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 火災です、火災です。よっしゃー、いけ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 、イエーイ、やった、馬で5キロぐらいしたあ、心が潤う。大丈夫です。